ドスクープラットはい、こんにちは。僕くんゲームでございます。今回もね、ウリアプリ動画の方をやっていきましょう。ということで今回はですね、こちらの新ガチャ、フランスのボックスドロー11回回して当たった選手です。即試合、こちらの企画やっていきたいと思います。まあね、ガチャでこちらのガチャから配置された選手をね、そのままスカットで組んで、まあ、試合で使っていくといったわけなんですけども、このガチャ11回やって当たった選手で即試合史上一番いいボックスドローなんじゃない？これフランスのボックスドロー、ワールドカップね、ロシアワールドカップ優勝国、対象選手をね、簡単に見てもすごいもんね、メンツが。グリーズマンに始まり、ポグバがいて、そして日頃感謝ね、カンテ2019でね、めちゃくちゃ強くなるし、まあ、今時点でも強いんですけど、あとはね、まあ、黒玉昇格のウンティティもいますし、あとは普通に金融のマチュイディ、バラン、いやバラも昇格するしね、黒玉、ムバッペだったり、もう本当にフランスのメンツがいいよね。で、まあ、国のあれっていうのもあってですね、特になんかストライカーガチャとかいうわけでもないんで、ポジションのところもばらつきがあるのでね、しっかりと、まあ、そこもスカットの方も組みやすいかな、スタメン。はい、ということで今回ですね、こちらフランスのガチャね、11回引いていきたいと思います。早速、いやー、ここでね、まあ、黒玉が7個で銀が27、金が26なんで、まあ、ほぼほぼ金か銀が出ると思うんですけど、ただまあ黒玉が引ければね、エース級にはなるんでね。 OK、 まずはレオ・デュプア、デュプアね、レオ、まあ右サイドバックといったところで、スピードスタミナのところが75、75、コーンはちょい低いけども、ロングスロー攻撃的サイドバック、 OKOK、 ここは生かしていきたいかな。攻撃的サイドバックはちょっと上がりの部分ね、特に11人ね、即興のあのスカットでサイドバックって結構大事なんでね、攻撃のアクセントを加えるとこ、おー、ちょっと待って、銀2連チャンか。 OKOK、 GK、 OK、 GK はいい、バンジャマン・ルコント、これでかいですね。 GK の正ゴールキーパー、まあ、こちらね、 GK しっかりと、できる選手が来た場合のね、勝率がかなり高いので、即試合のね、これはでかいんじゃないか。しかもキャプテンシー持ってるぞ。エンド守るだ、エンド守る、みんな気合入れていくぞって聞こえますね、ルコントから、その気持ちが、気持ちのね、声が、おしゃ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 、金来た、金来た。さあ、おー、ジルー来た、オリビエ・ジルー。フィジカルモンスターのジルー来ましたね。身長が192センチ高く、やはりフィジカルの部分、オフェンスセンス高いし、ヘディング能力があるからね、ボディワンも高く。今回のエース選手になるかもね、ワンパ持ってるし、ポストプレイヤー。オッケー、オッケー。まあ、ジルーはポストプレイのところですごく使いやすいのでね、でかいんじゃないか。これで CF とサイドバックと GK が揃ったと。さあ、フランスのと、まだまだでも有能選手出そうだな、これ。これジルー来て、その流れでワンチャン、おしゃおしゃおしゃ、来た来た来た。さあ、誰だ、誰が来る。おー、ロリス、待て待て、これ被っちゃった。ルコンと、エンドを守る選手と被ったね、ルコンと守ると。これはでもロリスかな。うん、黒玉のロリスを、まあ入れるかな。ワールドカップではね、ちょっとアクシデントでね、ロリスの口の中にトンボが入るというね、あの衝撃的なやつがあったけどね、びっくりしたね、あれは。まさかのロリスの口の中にトンボが入るのかっていう。低弾道パント、攻撃的 GK、 まあこれはロリスかな。いやー、遠藤は勝手に遠藤で呼んでますけど、ルコントはこれはちょっと DMF とかにね、まあ、一応遠藤守がね、あのアンカーというかリベロか、あの位置ができるんで、まあ、その扱いでルコントもこの辺に持って、おい、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って。いや、アレオラね、めちゃくちゃいいゴールキーパーなんですけど、これまずくないか。キーパー3人かぶりある、これ。あ、3人かぶりとかあんの、これ。まずい、ロリス、アレオラ、遠藤守でかぶっちゃった。いやー、これは逆にもうロリス上げるその選択肢出てきたけども、逆にね、逆の発想でロリスを上げて、いやー、でもやっぱロリス、ちょっとまあそれはチームスピのいろいろもあるから、そこら辺見て、お、オッケー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 、トリスト来ましたね。これで中盤のところ、まあ、少しボール散らしやすくなるかな。オッケーオッケー、トリストいいですね。
はい、まあ、中盤のところでやっぱ能力、グランダーパス、フライパスでボールコントロールもあるし、収まってね、そこではたいたりができるんで、まあ、ただキーパーがですね、まあ、3人あの出てるのがね、少しちょっと響いてくるかな。これよっしゃっきゅう、いいねいいね、うわ来たー来たー、来てしまった、この男が来てしまった。日頃感謝、エゴロカンテ、カンテ来ました、ゴロカンテ来たね。いやカンテはでけえ、マジででかい。これは2019でも鬼強くなりますし、非常にありがたき幸せ。いやコンワン8スタミナあって、ディフェンスエースボールダッシュある、チェイシング持ち、まあ、2019はねもっとスキルつくからね。ここによしよしよし、いいぞ。中盤も揃いましたね、なかなか。まあ、CMF のところは揃ったんで、あとは右サイドハーフ、左サイドハーフ、そしてトップのところが来てほしいかな。マジで？え、このボックス黒そんなないぞ。うわー、ベンゼマ来ましたね。ベンちゃん。来ましたね。レアルマドリードのベンちゃんが。これでジルーとベンゼマの2トップ。理想体だな、これは。まあ、ジルーでね、競り勝ってベンゼマで決めるみたいな形か。いいですね。ラインブレイカーとポストプレイヤーってバランスもいいしね。よしよしよし、いいぞ。で、残り3回で、一応キーパーが被ってるんで、キーパー2人をね、どっかにポジに入れるとしても、CB の方が欲しいですね。え？黒い、待って、これマジ？黒出すぎじゃねえこれ。神引きなんだが、マジ、普通に。黒玉もう、え、これよ、え、3つ目？ 4 つ目だよね。ポーグバ！ポーグバ！いや、マジか。やばくねえか、これ引き。待って、中盤が、そしてこれで、カンテ・ポグバ・トリッソいるんで、4-3-3でもいいかもな。で、まあ、ペケルマンとかにして、ベンゼマとジルー真ん中で、あとは GK を一人フォワードに持ってくるとこもあるけど、ポグニーが来てくれたよ。ポグバね、2019でね、能力下がってはいるんですけどね、PSO の方では一応使用感的にはね、かなり使いやすいです、ポグバ。既存とかでね、全然フランス使っても能力下がったかん、マジか！マジか！おいおい、これコンプ！黒コンプあるぞ、これ。ラカゼット、これは3トップでいいんじゃない？いいね。ペケルマン3、まあ、CF みたいな感じで、これはマッチするんじゃないか、ラカゼと。来ましたね。いや、かっこいいよな、ラカゼット。いや、いいね。なんかこう、戦隊ものの名前みたいな。すげえかっこいい、ラカゼと、ラインブレイカー。よし、ラインブレイカー2枚にポストプレイヤー1枚。これもでかいんじゃない？そしてラストですね。待って、もう黒ほぼ出てるんだが。え、これ黒どんだけ出たの？あと、グリーズマンとコシェルニー。やべえぞ、これ。5個出てるからな。10回で5個出たってことじゃ。うわー、マジで。さあ、ラスト。これで黒出したらやばいけど。いや、それはないか。さすがにそれはないか。ユスフ・サバリ。サイドバックか。あ、でも左もできるね。左もできるんで、これはペケルマンで確定かな、ほぼほぼ。はい。ということでね、ちょっとチームの方、今回やばくね？神引き、黒出すぎなんだか、マジで。じゃあ早速ね、ちょっとチームの方、組んでいこうと思います。はい、ということでね、先ほどガチャで当たった選手、こんな感じでスタメン組んでみました。中盤とフォワードのメンツがえぐい。すごいですね。一つね、不安要素あるとしたら、CB のところ、アレオラとルコントで、まあ、本当はゴールキーパーの選手を置いているのでね、そこでちょっとチームスピアガタ落ちしているのあるけれども、調子どん！アレオラだけ調子悪いのか。ただ他の選手は普通以上保ってますね。これはでかいんじゃないかな。お相手が352と言ったところでよろしくお願いします。まあ、今回でかいのはね、カンテが DMF で入れれたんですね。マジでカンテはね、ほんと強いんで、入れておくだけでね、守備がもう倍増すると。いるのいないのだけで、すごい違いが出てくるんでね。ということで、フランスボックス11やっていきたいと思います。当たった選手で即試合といったところでね。まあ、できるだけ攻撃は丁寧にいこうかな。そう、守備になるとね、かなりきつくなるんで。まずファーストハーフ見ていきましょう。いいね。さあ、ここで抜け出す。ラガゼットが抜け出す。ジル、キュロ！うわー、ノイヤ！
入らねえか。なかなかいいところ、ねマイナス出せたと思っ、おお、すごいすごいすごい。波動弾。まあ、チャンスはでも作れそうな感じはあるんでね。さあ、ここでベンゼマ頑張ってくれ。これ行くか。最強のドリブルコースで取りします。よし。ジル、落ち着け。ジル、よっしゃ、オッケー、ジル来た。落ち着いてた、ここはね。なんとか落ち着けた、今。ギリギリっすだったけど。まあ、二人ね、あそこでしっかりと落ち着いてペナ内でかわせたのはでかかったね。まずい、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 まずい。高速カウンター来た、高速カウンター。やばい、止めろ、よし、ナイス。ディフェンス寄せ切ってた。エンドを守ることね、ルコントとアレオラでしっかり。まあ、体を寄せれてたんでね、シュートが、多分お相手もね、綺麗な形というよりは、まあ、スアレスか。え？待ってくれ、ロナウドは聞いてない。よし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 、いいぞ。なんだこの不思議なパワー。これ、ロリスのパワーか。ロリスのロリスの不思議なパワーがね、働いてますね。行かないとな、ああいうボール。まずい。これ止めろ。ロリス、うわー、マジか。マジかよ。ロリスが飛び出た後の悲惨な出来事。この1点をね、ちょっと大事にしたかったけど、まあ仕方ない。入れられたものはもう仕方ない。いけ、ジル。ジルも自分で決めちゃわない？これ。自分で決めちゃおう。よっしゃ、ナイス。よし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 。ジルーのね、このフィジカルを生かしたね、直進ドリブル。相手を寄せつけませんよ。オラオラオラーつってね、寄せつけませんよつって。まずいよ、ロナウドの裏は。注意よ、注意。大丈夫。これクリアしよう。オッケーオッケー。で、これ勝ってくれ、ジルー。頼む。まあ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 、でも、相手にね、綺麗な形で繋がせなかったのはでかい。大丈夫。サバリ。オッケー。いやー、フィジ強えなー。フィジカルモンスターですね。いや、うますぎ抜け出し。あっぶねえ、あぶねえ。なんか、今回すげえぞ。相手の決定機という場面が、うまいこと枠外にいってる。これ、ロリスパワー、まさかの。ロリスパワーあるな、これ。さすがロリス、そういう力を持っていたとは。スペックですね。やばい、これジルに飛ばさないと。来たよ、ポグバ行こう。ミドル狙おうとしたらやらかした。いやー、しかしカンテが拾う。よし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 、とりあえず前半2点。まあ、シュート数は上回られてるけど、ちょっと日本語がやばくなってる。上回られてるけど、落ち着いていこう、落ち着いていこう。クロス来るよ。寄せた方がいいよ。ルコント。サバイ、ナイス。よし、ここ引きつけて、ジルで一回収めよう。そう。もう一回ジル。あー、無理か。ちょっと中盤の上がり待つか。焦りすぎてんな。アレオラ、ナイス。いや、アレオラいいね。そのフィジカル最高。そのフィジカルを待っていた。そして、ベンゼマ対チアゴシーバー。これは、加藤。キックフィント入力します。で、ここでジルに当てて、トラップずらしの無理か。トラップずらしの戦法、無理だった。ルコント、ナイス。エンド。そう、これマジでワンツーもね、なかなか鍵握る。なぜならね、なかなかね、選手の動きとして AI の部分でね、上がってきてくれない時があるんで。よし、来た。無理か。取れるぞ、トリッソ拾える。いやー、ナイボナイボ。これもこのコース通りします。よし、ここの神ドリブルコース。
で、からの、ポグバー！いや、無理か。うまくこぼれてきたんだけどな。あそこのドリコースはね、どんだけドリブル数値が低くてもね、いける場所なんで。ルコント。まずいよ。ロナウドまずいよ。オッケー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 。なんか一人ワンツー的な感じ？さあ、ベンゼン収まるな、マジで。収まるな、行った瞬間取られた。うお、やばい！スルーパス来る！止めろ！アレオラナイス！さすが！よしよしよし。ちょっと一回収めよう。ナイスナイスナイス。いやー、通せないか、これ。やめろ！あー、マジかよ！マジかよ！いやー、今行ったと思ったけどなー。これ何分？ 77 かー。まあ、まだあるかー。勝ちたいっすね。ほっ、ほっ、決めろ。うお、うわ、なあ、くっそ、足伸びたか。ストレッチマンしたな、足が今。ここまで来るともう技術的な差なんてありませんよね。チーム全員がどれだけ勝ちたいと思っているか、その部分が非常に大きいですね。よし、来た、決めろ、ラガゼット決めろ。よっしゃ、ナイスナイス、ボレー。いやー、いいとこ走ってたわ、今。しっかり出せた、そこは、なんとか。さあ、みんな耐えろ。エンド、ここでね、ルコントのエンド、気合い入れていこう。気合い入れていくぞ。え？おっとおっと、まさか対戦相手。このタイミングで？いや、でもこれ、切断なら勝ちだぞ、これ。いやー、まあ、ラカゼトの1点がでかかったってことか。で、まだね、時間あるから、おお、なになに、おお、ちょ、待って、え？終わってないのこれ。ん？終わったの？ん？え、なんだこれ、なんだ、続行してんだか、試合。ちょ、待って待って待って。聞いてない聞いてない。あぶねえ、なんだフェイク、今の。切断フェイクってやつ、これ。なんだ完全に試合を今、お相手切断切ったかなと思ったけど、まさかの続行してるっていう。ちょっともうクリアしよう、クリア。怖い。で、ワンチャンベンゼマ、それ収め、ナイスだな。ベンゼマ、収めろ。ほっほっ、よし、大丈夫でやった。なんとかね、なんか切断のあのぐるぐる回っていきなり試合続行するとあれ焦りましたけど、なんとか勝つことできてよかったですね。うん、ここ事例がこれ2人ね、2人をこう冷静にかわすことができてよかった、これ。うん、今回やっぱジルー、ベンゼマー、ラカゼ、やっぱフォワードのところでね、あのすごいロリスのこのロリス飛び出た瞬間にね、その後に悲惨な出来事待ってたっていう。ただね、相手の決定機がね、いくつかあったんでね、そこが、まあ、外れたっていうのも一つ、運良かった部分もあるかな。まあ、あれはでも、ロリスパワーだと思ってるんで、個人的には。勝手にね。あとはやっぱ、ルコントの遠藤を守る。そして CB のところのアレオラがね、しっかりと守ってくれた。まあ、2点取られちゃったけど、しっかりヘディング弾くとことか、ディフェンスインターセプトするとことができたからね。いやー、そしてラガゼのこの気持ちいいね、ボレーシュート。決まってよかったですね。じゃあね、今日はこの辺で終わってですね、また、次回ですね、こちらの11人、まあ、今回いろんなガチャ来てるんで、11人ガチャっていうのもね、いろんなことやっていきたいですね。はい、ということで今回ですね、皆さんご視聴ありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイピープル。